さんこんにちは、藤本です。今日はですね、このクレート、よいしょ、このクレートを、この車の中で使う時の正しい方法、使い方、はい、それについてお話していこうと思います。車でね、移動する時にこの、よいしょ、これまあ俗にクレート、まあ呼び方なんでもいいんですけど、キャリーでもね、まあこれに、入れてね、移動してくださいっていうことを僕はお勧めさせてもらってます。まあ結構たまに夜がこう、なんだろう、窓からワンちゃんが顔を出てこう風を浴びながらみたいなね、まあ別に、まあやりたい人は別にやってもいいと思うんですけども、あれ事故した時にどうなるかっていうことなんですよね。で、まあ事故って言っても、まあ一生のうちにね、まあ一回会うあるか会わないかだと思うんですけども、その会った時たまたまワンちゃんが何も入ってなくてね、フロントガラスに叩きつけられてっていうことはありますので、まあ、僕はこういったものに入ってくださいという形でお勧めさせてもらってます。で、まあ、こうやってね、僕お話しさせてもらってると、皆さんね、結構ね、こうちゃんと入れてくれてるんです。さすがですよね。ただ、ちょっと惜しいっていう部分があるんです。ちょっと惜しい部分。これね、入れるのはもう全然 OK なんやけど、ベルトしてますか？ベルト。よいしょ。ここね、まあ、この、まあ、いろんなタイプがあるんであれなんですけども、これで言うと、この、ここの、まあ、英語の H みたいな、ここにね、ベルトをちゃんと通して、この車の、座るところに、ちゃんとね、固定しておくっていうのがね、一番いい方法なんです。で、それをね、しなくて、まあ、こう、まあ、入ってて、こうやって持ってるのもいいんやけど、結構ね、事故するとね、人ってやっぱりね、手離したりするんですよね。で、そのまま飛んでいったりすると、まあ、ダイレクトで行くよりかはマシやけど、まあ、できるなら、人間のベルトみたいに、バッと止まった方が一番安全じゃないですか。なので、僕はこのクレート、入ったのであれば、こうちゃんとシートベルトがビューンとこうね、ここを通すんです。で、カチャンと閉めるとね、ちゃんとできるだけ動かないようになってくるんで、ぜひね、これやってほしいかなと思います。じゃあそれを踏まえて今日宿題でお話しさせていただこうと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は、このクレートをね、車の中での正しい使い方っていう感じだったんですけども、まあこの中に入るだけじゃなくて、ちゃんとベルトもかけましょうねっていう話でした。じゃあ今日ね、宿題です。これを見てね、動画を見ていただいて、次、車乗るとき、もう毎回ベルトをつけましょう。はい、毎回ベルトです。一体どうやってやるんですか？まあ何回かできます。ここシュッと通したらできるんで。なので、ぜひこれを次回車に乗るときからこのベルトを つけてちゃんとクレートの中に入ってベルトをつけるっていうのを習慣にしてください。習慣、やっぱりね、今まではね、こうやって持ってたんですっていう方はやっぱなかなか習慣できないんで、ここにちゃんとつける練習習慣っていうのをぜひ作っていただきたいと思います。っていう形でまた明日からもこんにちゃんに役立つ情報を配信していきます。楽しみにお待ちください。ではまた明日お会いしましょう。